お祈りします。エス様は今から、えー、伝道メッセージということですけれども。本当に、えー、っと、御心だけを語ることができるように、神様が、えー、エス様、聖霊が注いでくださいますようにお願いします。エス様、何を祈りします。雨、えー、っと。メッセージ、二箇所は。えー。 えっとですね、ちょっと待ってローマの五章の六節からですねすみませんれれローマの五章の六節から、えー、まあ読んでいきたいと思います 私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不経験なもののために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ね、ここまでですね。えー、っと、前回、前回はこう、 えっと、全部虚なしいということばっかり話してきて、えっと、こう宗教というのは嫌いだとでもやっぱりなんかこれが正しいあれが正しいとかキリスト教が正しいイスラム教が正しいとか仏教が正しいとかそういうことを言いたいんじゃなくて、えー、現,現に心に虚なしさを抱えているのは全員そうだ宗教を信じても信じてなくても、まあ、みんな虚なしさを抱えているとそういうことを話しましたでそれを埋めるのが愛だと。 いうふうに語りまし、話してで、その愛について今日は話したいと思います。えー、っとい、簡単に愛って言うけど、もちろん僕は神様の愛っていうのを信じてるんですけど、簡単に、なんていうのかな、愛って言っても、その、いろんな愛があると思うんですよね。えー、っと、その、で、僕が思うに、この心っていうのがあったとしたら、 とその心の中にももっと深い心があると思うんですよ、僕は。だからドーナツみたいにこう丸描いて、その中にちっちゃい丸があって、そのちっちゃい真ん中がぽっかり空いてるような気がするんですよね、僕は。でそれは人間みんなそうだと思うんです、えーっと。人それぞれ心の形は違うっていうか、好きな食べ物、好きな色も違うし、えーっとその、それっていうのは外側の部分であって、本当の真ん中の部分はみんなどこかであの貧しいとか豊かだとか、 えっと環境がどうかとかいうのは関係なしにみんなそうだと思うんです僕は、えー、でそれを埋めるのが愛だっていうことを話してえー、っと愛って言っても僕はいろんな流れあさっき言いましたけど例えば日本でよく一番思い浮かぶのはやっぱり恋愛ですよね愛って言ったらやっぱ、えー、っと好きな女の子好きな男の子で恋愛してあなたが大事だよみたいな、うん まあそういうい愛愛もあるし、まあ、親子の愛もあるしでえー、っと大抵この教会にいる人たちはその愛をその愛は不完全だよって言うんですよね恋愛の愛はダメだ家族愛も駄目だ大事なのはキリストの神様の愛だって言って簡単にそう言ってまあまあしまうししまうしっていうか自分もそう信じてるんですけどいきなりそう言われても何残っちゃった話ですよね何が神の愛だとそんな別に人間の愛がそんな全部汚いわけじゃない。 僕も実際そう思うんですよね。で、でも、だから、あの全部を否定したいんじゃなくて、まあも、もしここに中高生で聞いてる人がいれば、一緒に考えてほしいんですよね。もし恋愛の愛が本当に真ん中を埋めるのか、家族愛が真ん中,に埋める真ん中の,そのぽっかりした部分を埋められるのか、えっと、聞いてる人も考えてみてほしいと思います。例えば恋愛の愛、えー、僕は男だから女の子を好きになりますけど、で好きだよって。 いますよね、で、えー、っとま,ず片まず片思いだったら、まあ、こう好きだよっていうことで好きになってほしい両思いになりたいみたいなことで例えばこうその人のために何、うん、て言うのかなアピールをするみたいな <laughs> まあそういうのはよくあ,あることですよね話,話としてはで,こうでももしそれで全く振り向いてくれなかったりとかあっち行けみたいな感じされたらなんでってなりますよねそれは何でかっていうと自分は優しくしてあげてるのに 全然ここなんのそれに応えてくれないっていう例えばもしじゃ逆に付き合ったとして、えー、っとお互い本当に大事に思,思ってるとでも、えー、なんか喧んかとかもしてそれでもそれを乗り越えて二人で寄り添っていけるみたいなそれもすごくいいなと思うんですけど、あのー、思ってることを悩みを全部 少しも我慢せずにっていうか全部打ち明けられる相手ってまあできない,いないと思うんですよね特に恋愛だと逆にできないと思うんですよねなんか大事なあのなんか大事な人には迷惑をかけたくないみたいな心理があるらしいんですけどだから、えー、と女性だったら好きな男性に迷惑をかけたくないから全部悩みを打ち明けられないとだから好きだから迷惑をかけたくないから悩みを打ち明けられないってねそれって要するに 自分のそのポッカリした部分は埋まってなないわけなんですよね下手したらもっと深くなっていく気がするでえー、だから本物の愛っていうのはその真ん中の部分を愛してくれる愛だしその真ん中の部分っていうさっき言ったどこか虚しいっていう感じるのと同時にその穴,穴が開いてる原因としては虚しいっていうのともう他にもなんていうか自分でも見たくないような汚い部分って ってあると思うんですよ汚い部分ってありますってこう言いたいんじゃなくてあると思いませんかねみんなさんはえー、っと自分でも見たくないようなことこなんで自分ってこうなんだろうとか逆に相手に対してはすぐ嫌なとこ目がつきますよねそれと同時に相手にとっては自分に対してもそういうとこが目につくわけでそういう自分でも見たくないような汚いところってあってそこは人に打ち明けたくないそしてなぜか 虚しいっていう思いも悩みとかも全部打ち明けることができない恋愛だとそれができる人もいるかもしれませんけど、まあ、できない人が大抵だと思うんですよねでえー、っと愛するって言ってもじゃあ何で好きになるのか恋愛今恋愛の話をしてますけど何で好きになるんですかねかわいいからとか優しいとか、えー、っと性格あ優しい性格がいいスタイルがいいとか なんかそういういい理由がある,あると思いますで外,見だけ外見じゃない中身だ間違いなくそうだと思うんですけど、えっと、中身で好きになるといっても優しい人ってたくさんいるわけででもその人が好きだってなるわけですよねそこには何かしら理由がある優しい人が好きだったら A さんも優しい B さんも優しい C さんも優しいだったらその3人のうち誰でもいいわけじゃないですかでもその人が好きだよってことは B でも C でもない A さんあなたが好きだよってことには A さんにしかない何かの理由があるわけですよね理由なしに愛するんだったら別に誰でもいいわけじゃないですか変な言い方ですけど、うん、だから恋愛っていうのはあのやっぱこう理由がどうしても伴ってしまうと思いませんかね今真ん中を見る愛は何かっていうことで話してて恋愛はやっぱりこう どうしても見返りを求めてしまうところがあるし理由付きで愛してしまうこれをえー、っとまあ難しい何だったっけなあれでは条件付きの愛とか言いますけど俺の好きな牧師のアーサー・ホランダという人が言う,言うにはビコーズ・オブの愛だとなんなんだから好きだよってあなたが優しいから好きだよって自分のことを理解してくれる私のことを支えてくれるから好きだよって まあ誰も自分のことを支えずあっち行けっていう人を好きになるわけないですよね。自分を支えてくれる、愛してくれる、だから好きだよって、間違いなくそうだと思うんですよ。嫌いな人って皆さん、1人や2人いると思うんですけど、それって嫌いな理由がありますよね。ってことは好きになるにも理由があるはずなんですよ、絶対に。もうそれは間違いなく。まあ、だから恋愛だって言っても、あまあいいや、そういう恋愛はそういうものだと。じゃ家族愛はどうだろう えっと家族会っていうのはほぼ理由なしの愛に近いですよね、自分が赤ちゃんとして生まれたときに、赤ちゃんっていうのは可愛い存在で無邪気な存在で、こう善か悪かって言ったら善の存在な感じで扱われますけど、もうそういうのを全部なしにして、あの一つの,生,なんていうの生物として考えたら、生物ってなんか変な言い方ですけど、生まれてきて、おぎゃおぎゃ泣いて、自分は何もせず、おもらしもするし、夜泣きもするし、変な言い方ですけど、その、 変な言い方ですけど迷惑しかかけないわけですよね赤ちゃんっていうのは親にでも親はああもう迷惑だなこんな存在とか思わなくて迷惑しかかけないその子供も子供を抱っこしてよしよしって何もできない自分を愛してくれる親がいるわけですよねそれってほぼなんていうかな本物の愛っていうかそのむなしさを,かを埋めてくれる愛に近いと思うんですよだからまあそんな 3歳、4歳、5歳とか小学校低学年ぐらいで生きる。俺ってなんで生きてるんだろう？とか、そういう問題を考える人はすごく少ないですよね。基本はそれってやっぱそういう理由だと思うんですよ。無条件の愛に親は近いと思う。でも、あの本来読んだ本。<laughs> 本だじゃなくて読んだ。本の中であの夜と霧っていうやつがあって精神学精神え。精神。えー精神 なんだっけな精神病院の,あの医者がアウシュビッツとかの,その強制収容所アウシュビッツではないんですけど強制収容所の体験した話があってそれで一つ面白いって言っちゃあれですけどエピソードがあってですねみんな,もうな,んかなもう裸か,か忘れましたけどそんな感じで収容されて髪とかも、まあ、坊主だったかそんな感じで、えっと、もう名前もないと。 番号だけをされる、ラックイ印をされて、番号で呼ばれると。で、今日は、今日は、あもうちょっとえげつない表現しますけど、今日は5人処刑します。誰でもいい。さっさ五5人連れてこいって感じなんですよね。今日は、あいつとこいつとあいつを、とあいつをこう今日は、えー、処刑する。じゃなくてもう、今日は5人。その5人って誰でもいいわけですよね。で、5人が連れてきたら番号だけ、その監修は番号だけ見て、もうするっていう。あのその時に、 収容所たちももちろん人間ですから、家族がいて、仲間がいて、愛する人がいるだから、えっと、自分は死にたくないっていうのはもちろんですけど、愛する人に死なれてほしくないですよね、家族は守りたいだから、家族以外の誰かに誰かが死んでほしい、でもその家族以外の誰かも家族がいるって、なそうなってくると、その5人,もう5人の死んでほしくないから、家族は。えっともう あいつを殺せあいつを殺せって感じなんですよねそれって自分たち家族を愛するけど他はどうでもいいってことじゃないですか極端な話をすればだから家族愛はすごくいいものだけどじゃあその家族がいない人はどうなるんだと例えばその収容所でも仲間がいない愛する人がいない家族もいない人は真っ先に死んでいくんですよねだから家族のがいない人だっているしあー家族愛を受けてこなかった人もいるし 家族会を受けてきた人だってその収容所の中に入ってみれば自分さえ良ければいいっていう思いがどっかしらにあるんですよね、私,私が先に身代わりになるよって、えー、っとこの4章にありますけど正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありませんなさび情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう情け深い人のために死ぬ人はもしかしたらいるかもしれないですよ、そのアウシビッツのアウシュビッツじゃなくて。 他の収容所らしいんですけど、その収容所の中で、あじゃあ私が代わりに死んであげようって、まあ、もう死ぬのはもう順番はもう早いか遅いかの問題ですけど、その収容所の中では、私が先に死んであげようっていう人は、情け深い人のためにはいるかもしれない、でも誰も、例えば自分の親を殺した人、兄弟を殺した人のために死ぬ人なんていないですよね、まあ、ちょっと話がそれましたけど、とにかく家族愛っていうのは、ものすごくいいものだけど、受けてこなかった人がいる。 受けたくても受けてこれなかった人がいるえー、っとだから言うならもうなんていうのかなその時点で差があるんですよね受けた人と受けてこなかった人がで例えばキアンとカイあキアンとカイっていうカンボジアの個人に子供がいるんですけどもう僕より年上なんですけどその子は、えっとえっと、何歳だったか忘れたけど3456歳ぐらいの 子供だ子供だった時に、き、ま、に、あ、お母さんはすぐ死んでお父さんが飲んだくれでというのもお父さんがなんか仕事がなくて、まあ、お父さんもお父さんなりの事情があったんですけどすごく酒を飲むとでその子供を売り飛ばしてそのお金で酒を飲むでお金がなくなったら売り飛ばした店に暴力で奪い返しに行って他の店に売ってまた酒を飲むってそういうことを繰り返していたんですよね。その人たちに、まあ、家族愛ななんて、まあ、かけらもないし っと親の愛なんてマ,ジマスターに受けてこなかった人ですよねだから、この真ん中を埋める愛っていうのはうんと恋愛の愛じゃもちろんどうしても理由付きで愛してしまうし家族愛で埋まるとしても埋まらない人もいるわけですよ受け,れな受けてこなかった人がいるわけだからそれで、えー、っともっと言っちゃえば受けてきた人だってど,っからどこからか寂しい思いは、まあ、必ずあると思うんですよね。まあ、それは まあいいやでその愛を埋めるのは何かっていうとこの続きに4章の7節には、えー、後半から情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょうしかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことに,ことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますだからこの真ん中を埋める愛は神様の愛なんだよって聖書は言ってるんですよねああまた変なこと言い始めたって、まあ、中高生の人なら思うかもしれないですけどえっと もうシークの話はとにかくしたくくないんでとにかく聞いてる人たちも一緒に考えてほしいんですよねその真ん中を埋める前恋愛の前じゃ埋まらないさっきも言いましたし家族会話を受けられる人と受けられない人がいるとだからさっきも言ったけど理由付きで愛してしまうどうしても理由付きで愛してしまうなのに自分は理由なしで愛されたいっていうところが一番の原因だと思うんですよね僕はみ,みんなどう皆さんはどう思うか分かりませんけど僕はそう思うんですよね えっと、ななあの誰もなんていうかな私は理由付きで愛してますって声を大にして言う人はいないと思うんですけどやっぱり好きになるのには理由があるどうしてもでも私,が私のことを自分のことを理由なしで愛されたいはずなんですよみんなでもその愛が人間にはないだって人間は理由でし持ってしか愛せないから 本当に愛し合ってる人が突然不倫とかしたら嫌ですよね、そしてとか、なんていうのかな、うーん、もうお前なんかどうでもよあっち行け、死んでしまえみたいなことを言って,言ってきて、ああ、嬉しいっていう人いないですよね誰も、誰でも傷つくし、もちろん愛してるから傷つくんだろうけど、それ以降もずっと愛し続けることなんてできない、やっぱり、ずっとひどいことされたら、やっぱり理由付きで愛してしまうから、でも自分は理由なしで愛されて、さっきも繰り返してますけど、何度も。 それを埋めるのが、さっき、b e c a のラブって言いましたよね、なんなんだから愛するって、それに対応するのが、逆が、イ n ススパイ e オブの愛だって、にもかかわらずの愛だって君は、あなたが、そうだな、優しくないかもしれない、にもかかわらず好きだよって、あの勉強が、英語ができないかもしれない、にもかかわらず好きだよって、すぐ怒ってしまうかもしれない、にもかかわらず好きだよって。 えっとうん、そういうのがにもかかわらずの愛これを持っている人というのは私にはその愛があるよという人は、まあ、ま,ずま,まず間違いなく持っていない人です、まあ人間にはそういう愛はないですよねでもやっぱりそれは、えっと、神,神様の愛だと inspite of の愛は神様の愛だという、えー、わけですにもかかわらず愛するよって仮説には確かにこう書いてあります私たたちがまだ罪人であった時 キリストが私のために死んでくださったことにより、えー、ご自身の愛を明らかにしておられますと。っていうのは自分が罪人であったにもかかわらずあなたを愛するよって言ってくれたのがインスパイトオープンの愛なんですよね。にもかかわらずでな、えー、っとさっきも言いましたけど自分でも見たくないような嫌なところはやっぱみんな抱えてると思うし自分まだ17歳ですけどこれから年を取りにつれてまず間違いなく増えていくと思うんですよね。で自分のとこは見たくない。目をそらす。 でも他人の嫌なところにはすぐ目がついてしまって、えー、っとそういう自分でも見たくないところを直視して愛してくれる人はほとんどいないけど神様はそこを直視してあなたが罪人であったときその汚いところがまだあ,あるときあなたを愛したよってそれがインスパイトオブの愛なんだってこの聖書は、えー、言ってるんです。でも、えーっと 罪,罪人って何やっていう話ですよね、いきなり罪って言われても、英語ではクライムっていうのと、シンっていうのがあってハン、クライムっていうのは法律上の罪、でシンっていうのは道徳上の罪って、まあえーっと、高校生の人は習ったことがあると思うんですけど、クライムの殺人は1つだけですよね、人を殺すこと、それが殺人ですけど、真だと、聖書においては殺人って言っても、まあ、これは解釈の仕方ですけど、僕から言ったら2つ殺人があると思うんですよ、実際に人を殺すこと、ブスって。 もう一個は心の中で死ねって思うこと <laughs> それも殺人っていうかまあ罪だよと言ってるわけですよねえっと実際に不倫をすること心の中でそういう思いを抱くことそれもどっちも同じだってイエス様はうん言ってるわけですえそういうことから考えると人間みんな罪人ですよねそういうことを思わない人はいない,で,いやでも俺はそういうことはしなかった行動にしなかった 思うだだけで留めたかからいいいじゃないかと例えば陰口もたくさんたっぷり言う人もいるけど俺は喉のところまで止めた俺は陰口を言わなかっただからいいじゃないかって自分の心の中でとどめておいたから俺は正しいんだって確かにそう思うかもしれないし自分はそういう人を尊敬しますけどしょっちゅう何でも口に出すから僕は例えばさっきそのカンボジアの個人の話あ話キアンとカイの話しましたけどキアンとカイのお父さんって ででもないやつですよね酒飲んで自分の子供産んでなくなっお金がなくなったらその子供を他の店に売り飛ばしてまた酒を飲むっていう、まあ、何なんだこいつっていう話ですけどあもう1人あ,あって、えー、のシナっていう子が、えー、と目の前でお父さんがお母さんを殺してそのシナっていう子もここにぐさってしてで自分も自殺したとでそういう人って何やってるんだって話ですよね最近ニュースでえっ、ー、と ものすごい殺人事件とかいろいろニュース流れてますけどなんだこいつは悪いやつだなって思うわけですよね自分は正しい、まあ、正しいというかそいつらは悪いって悪者だって言ってもう完全に社会からこう切,り離切,りは切り離されてしまうでももし自分がその人の立場だったらもし自分がキエンとカイのお父さんと全く同じ人生を歩んでたらじゃあ自分はしなかったのかってそう言われると 誰も自信を持っては、いや、私はしなかったってえないと思うんですよね。だから、実際にあの犯罪の方の罪を犯したか犯さなかったか、実際に殺人をしたかしなかったかって、自分はしてないからしたやつを悪く言えるけど、じゃあ自分がそのした人と同じ人生を歩んできたら、したかもしれませんよね。俺はしなかったって自信を持っている人はいないって、な,なんで言えないのかって、やっぱり自分の心の中にそういう思いを抱くことがあるって自覚してるからだと思うんですよ。それを考えると、 行動に出したか,出,しなか出さなかったかっていうのはある意味で環境のおかげでもあると思うんですよね。自分は愛されて育ったから自分はそいいように育ったから犯罪を犯さなかったっていうまあちょっとひどい言い方ですけどそう考えると人間みんなやっぱ罪がある誰も人を殺した人を殺したことがある人を極端な話責めることすらできないぐらい 同じように罪があると思うんですよね。うん。えー、っと、その、その罪を、その罪を直視して、愛してくれるのがこの神様の愛なんだよって、えー、っと、聖書は言ってるわけです。で、神様の愛、えー、っと、でも実際その神様の愛を、ああ、今神様の愛はこれ,だなこれなんだなっていう感じで、こう、 ああうんうん、なるほどというのは、まあ、みんなそんなないと思うしもし本当に神様の愛が今理想,理想ばっか話してますけどもしあるんだったら世界はもっと平和だとじゃなんで今こんな状態なんだと思うかもしれません、えっと、その原因が、えっと、さっきからいつと言っている罪があって 罪,も罪があるままで愛されてるんですけどその愛を感じられないのも罪があるからだってちょっと難しい話かもしれませんけどえっとあちょっとどこだったかなえっとどこかの箇所に人間は罪があるから神の恵みを受けられず受けられないっていう箇所があるんですよねでも信仰によってうんたらかんたらって続くんですけど えっと、罪があるから神様の恵みを受けられないって書いてるんですよ。えっと、そうだな、まあ、よくあ、例えば、鎮税でサッカー上手い人がいてあの、キャプテンがものすごく上手い、その人と比べると俺すごく下手ですよね、その人が10上手いとしたら俺は1かもしれない。でも えっと、メッシーってみんな知ってると思うんですけど、メッシーが10だとしたら、俺はマイナス100ぐらいですよね。何が言いたかっていうと、本当に、えっと、ある程度正しい人と比べたら、自分はちょっとしか悪くないかもしれないけど、本当に正しい人と比べたら、ものすごく悪いと思うんですよね。例えば、1と10を比べたら、すごく差があるように比べるかう感じるかもしれないですけど、1と10って、まあ、9、9差がある。 でも1万と比べて 1, 万と,1と10と比べたらもう9の差なんてち大してないですよね、まあ、だから本当に神様の本当に正しいところと比べると自分の罪っていうのはものすごく汚いものでその汚いままで愛されてるんだけど汚すぎるからその,その愛を感じ,る感じれてないんだってうんだからそのままで 天国にははけないんんだよっては言ってて聖書言るんです、ね、まあ父がよく言っておりますけど真っ白なカーテンあーじゃなくて絨毯があったらちょっとでも汚かったら気になるって土足のままでそんな入れないってねきれいにしないとだからえー、っとこのこの愛を感じられてないのは罪が原因でえー、っと とだから誰も天国にはいけないんだじゃあ何で信じてるのって話ですよねうん神様信じても天国に行けないなら何なで信じてるんだって話ですよねちょっと話がごちゃごちゃになったのでちょっとまとめるとえっとこの真ん中を埋める愛っていうのはインスパイトにもかかわらずの愛でしか埋まらないその愛は神の愛だと神様はその汚いところを直視して愛してくれてる神様の愛だけが埋めることができる でもその罪があるからその愛を感じることができないだからじゃあどうすればいいんだって話ですよねもう罪を他のいろんな考え方があって断食をして修行をして滝に打たれてお祈りをして瞑想をして一生懸命頑張ってきれいになるっていうのとえっと いうのが、まあ、ほとんど考えですけど、普通の考えですけど、僕が信じてる神様は。えー、っとか、神様の立場になるとね。自分がも、えー、っと、自分、今、神様だと仮定して。本当に好きな人がいる。でも、その人があまりにも。ああ、どうしようかな。罪深いから。自分のとこによ、よ。連れてくることができない。本当に好きな人がいてね。じ、好きな人には、やっぱ、そばにいたいから。でも、そばに。 行くことができない、行くっていうか、まあ、それで、じゃあどうしたかっていうと、身代わりの人を準備したんだよって、えーっ,ともうえー、っと、自分がもし罪、えー、なんていうかな、自分が罪人で、その罪をなくすことができない、だから誰も天国には行けない、だからもう地獄に行くしかないんだ、ああ、もうだめだって、そうなるのは当然で、当然だし、確かにそうなんですよね、自分で罪をなくすことはできない。 じゃあどうしようもないじゃないかっていう状況で神様は、じゃあその罪を全部背負ってくれる人を送ったよって言ってるわけです。えー、それが5章の八節に、私たちがまだ罪人打っであった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと。神は私たちに対するご自身の愛を 明らかにしてだから神様に俺のことを本当に愛してる、みんなのことを本当に愛してる、それをどうやって明らかにしたかっていうと、その身代わりのキリストっていう人を、身代わりを、えーと、自分たちの身代わりを用意してくれたんだよって言ってるわけですね。えっと、今日はこの辺で、次、続き、また <laughs> 来週 <laughs>。とにかく、その次からその十字架の愛っていう。 もう十字架とか愛とか神とか罪とかいう話はたくさん聞いたことがあると思うんですしかもあまさに宗教っていう感じがするかもしれないですけどもうそういうのはなしでみんなも一緒に考えて聞いてほしいなと思いますとにかく、えー、っと今今回のまとめとしてはさっきも言いましたけどその真ん中を埋めてくれるの愛は人間の愛じゃどうしても無理だ恋愛でも家族の愛でも埋まらないと自分でも見たくない汚いところがあると。 それを埋めるのが、にもかかわらずの愛、神様の愛だと。でも、その神様の愛は、えー、汚いままで愛してくれてるんだけど、その愛を感じないと、感じることができないっていうか、受け取ることができないっていうのかな。えー、とだから、誰も天国に行ったりとかすることができない、その汚い罪があるから、そのために身代わりとなる、イエスキリス人という人が来てくれたんだっていうところまで、今日のお話です。 えと次からはそのイエス様の愛っていうのが具体的に具体的っというかどういうものなのかはしっかり準備して話したいと思います今日はこれで終わりますイエス様、えー、今日のメッセージの時をありがとうございます、えー、本当にイエス様のキリストの愛っていうのを自分自身受け取ることが、えー、感じて生きて,き生きていけますようにお願いしますイエス様の皆とお願いしますアメ もう一度導いてくださったイエス様に感謝をしたいと思いますハレルヤそれでは立ちくださいハレルヤを賛美しますハレルヤーハレルヤハレル 青木恋願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しい交わりが、見舞いに集う一人一人とともに、またその家族と共に、その学校に、今も後もともしえまでも豊かにありますように、アーメンどうぞおかけください。次の中高生、えー、賛美伝道集会は、えー、第3土曜日になります、えーと。今日が4日ですので、18日になります。 えとまたその続きをキアキアライザオ君が話すということですのでぜひお越しくださいそれではありがとうございました。